こんばんは、修造です。今日は JR 板橋駅西口近くの大衆酒場北海さんに来ています。見てください、この老舗感あふれる外観。これ歴史のある大衆酒場だから放つオーラみたいなものがお店に漂っています。すごいいい味出してますよね。大衆酒場北海、お気軽にどうぞ。焼き鳥、刺身、各種。あ、看板もいい感じだ。お名前聞いてもいいですか？はい、志田孝則と申します。志田さん？志田孝則。志田孝則さん、はい、大衆酒場北海さんは、はい、オープンしたのは昭和48年か49年あたりだと思います。48か49、はい、そんなに古いんですね。はい、古田三四郎のなんか末裔だから。え、志田さんが？そう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 、菅田三四郎の末裔。まあ、まあ、西郷四郎の末裔なんだけど、はい、西郷四郎っていう人が菅田三四郎だから。あ、うん、西郷四郎の末裔なんですか？そう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 。あ、すごいですねそれでそう三四郎っていうの、なんかこちらの、はい、なんていうか人気メニューっていうか、まあ三ちゃんチーズとかね。三ちゃんチーズ、うん、じゃがいもと明太子のグラタンっぽいやつ。あ、そうなんですね、はい、それとかが煮込みとか。煮込みとか、はい、やっぱあと、はい、北海だからお刺身があれなんですか、ね、うん、そう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 、まあ一応豊洲からいつも買ってんです、毎日。あ、そうなんですね。まあ今量は少ないですけど、はい、少なく買ってんですけど。手焼き刺身、焼き物、味自慢、ご飯、マスター一押し炒め物、本日のおすすめ黒板に書いてあります。これですね、マスターのおすすめ。ビール、日本酒、ホッピー、サワー、大衆酒場っぽいドリンクメニューですね。じゃあ僕も生くらね、はい。食べます。お疲れ様です。お疲れ様です。昨日、都の専門家の会議で、水上リゾートの状況になる。じゃあ、三品盛りを一つください。はい、あと、煮込みもお願いします。煮込み。わあ、すごいっすね。なんか3品なのになんか今数数えたら、あ、確かに3品以上あるね。ありますね。3、4。覚醒剤とした際に柿沼容疑者は覚醒剤使用を認め、尿鑑定の結果は陽性で、反発だなこれは。ではここで進路をよろしくお願いします。え、まさかどちらにやってましたか？煮込みです。ほら、しっかりお持ちが、なんか歴史を感じますね。ね、あんな残業してないのを歩いて、ね、ポテトサラダ来ました。間違いないものですね。アメリカ国総部も16日から17日にかけて多い、まあ、全世界で売り切れ始めました。お任せだとおっしゃったので、はい、お任せでいいですよ。お任せの先の野菜の部分、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。風にして肉系をタレで野菜をしよう、はいはい、ありがとうございます。
また来週です。言うの。どうもそんな。うん。あ、すごい。うまい。うまいわ。めっちゃうまい。うん。あ、すごい。すごいっすね。ホルモン炒めです。やっちゃってください。やっちゃうねじゃん、ちょっと。いや、いいなぁ。これはね、癖になるね。飯欲しいっすね。飯欲しいね、これ。これは飲み物酒進むわ。そうですね。すごい、プルプル。あれ、椅子からいかなかった家あ、これもまたいいっすね。絵になりますな。チーズの香りがすごい。なんでこれサンちゃん、サンちゃんなんですか。あ、サンちゃんって人がいるん。サンチャンチーズっていう名前でやってたんですけど、なんか自分が生まれたから、なんかサンチャンってしたらしいっていう。サンチャンって呼ばれてましたもんね。もうチーズと明太子とポテト、あの全て合いますもんね。全てチーズと全て間違いない組み合わせ。いや、これは絶対だな。美味しい、美味しい。うん、すいません、僕も牛乳杯飲みます。はい、この牛乳割りってなんか昔からやってた感じなんですか。創業、うん、そうはもう20年ぐらいになるかな。あ、20年ぐらい。あ、そうなんですね。だけど飲む人は飲むけど飲まない人は飲まない。好き嫌いは結構分かれるんですね。結構雑誌とかでよく紹介されてますよ、ね、そうそう、雑誌はね意外と出てるよ、うん、こういうのも出てる。え、あ、おお、散歩の達人、うん、ね、あの平家さんとかも牛乳割りが有名ですよ。これにも出た、これね。今度12月の21日だから22日また出るんですよ、はい、あ、そうなんですか。チューハイマニアとかって雑誌にですか、うん、チューハイマニア。だから12月の27日とかって来ます。なんでこの辺だと牛乳ハイがなんか人気というか、うん、そうそう、まあなんか板橋と関係あるんですか。堀割ってあるんだけど、大正大学の、はいはい、あそこで高木っていうのがあったのね、はい、そこで、そこが発祥みたいなこと言ってたけど、あ、どうかわかんないけどね。 それが出てからだね。それまでは全然取材とか何も全然一回も出なかったから。あ、そうなんですか、うん、牛乳入ってました。お、めっちゃ牛乳。あ、これ使ってるんですか。牛乳メニュー、これと一緒だね。札幌バター検査率が高い。うん、札幌バターと牛乳割りがめちゃくちゃ合う。土壌、土壌、これ土壌の唐揚げ。すげえ。あと土壌これね。あ、唐揚げ、うん、これね、これ開けるから。マスター、ごちそうさまでした。失礼します。はい、どうもありがとうございました。ごちそうさまです。お疲れ様です。